ブサイク撮りまーす。ってことで、田村直江です。もう今日はイケメンじゃありません。見てこのヒゲ。もうマジでボロボロや。今日はね、スキンケア動画をね、撮りたかったんですけど、ただいまの時間ですね。夜の7時52分でございます。遅すぎー！午前中何してたの？お昼何してたの？もう何もしてないじゃん。一体今日一日何してたの？本当にもう。ダメだよ。まあ正直ね、このままね、二度寝してね、まあ寝れたんですけど、そしたらちょっと人としてどうかなっていうか、まあ YouTube をね、皆さん期待して待ってる皆さんに対してね、ちょっとそれは裏切り行為じゃないかなと思ってね、今日はね、どうしてもスキンケアをね、皆さんに見せたかった。見てください。あのね、僕ね、結構ね、肌質が変わったんですよ。それをちょっとどうしても届けたくて、前回あげたメイクの動画も結構反響良くてですね、イケメン男子になりたいとか、女性だけど結構参考になりましたっていうね、結構美意識高い系まあファンが、まあ、僕についてくれてるってことで、まあ、今日はね、ちょっとね、どうしてもスキンケアを紹介したくて、ちょうどね、今からね、TikTok のね、撮影をね、今からするとこなんで、どっちにしろね、今からメイクするんで、はい、メイクした後に、ちょっとスキンケア動画撮っていきたいと思います。とりあえず、メイクしていこう！はい、イケメンになりました。ということでね、いつも通りのイケメンのね、田村に戻りましたけども、今ただいまの時間ですね。結構ね、だいぶ TikTok 投稿して、まあ、ライブ配信もしてね、だいぶ時間が経って今、もうほぼ1時ですね、深夜の1時になりました。ここからね、メイクを落としていくんで、僕のね、スキンケアをね、ぜひ見てってください。結構ね、1年前とかね、僕ね、肌荒れしてたんで、このね、スキンケア動画はね、参考になる人には結構参考になると思うんですけど、特に乾燥肌の人は、ぜひ見てってください。僕結構乾燥肌と敏感肌持ちなんで、参考になるかなと思います。まず、メイクを落とすために、クレンジングと洗顔を使っていきます。クレンジングは、プレイヤースパエメールファンゴダブルクレンズ。これ1本で、クレンジングと洗顔はできるやつになっております。これはね、見てもいただくわかる通りね、結構ね、このグレーなんですよ。で、これなんでグレーかというと、海のね、美容液を使ったクレンジングになってて、肌に優しいクレンジングなんですけど、僕がいつも愛用しているプレディアのこの下地と一緒のメーカーで、このね、シリーズは、海の美容成分を、込めたブランドになってて、これもね、同様に、海のミネラルとかを結構含んだやつになってて、僕敏感肌なんですけど、めちゃめちゃ肌に優しいんですよ。なんで僕がこんなプレディアを愛用したかっていうと、夏用でコスメを買い替えるときに、BA さん、要は美容部員さんに、なんか、いい下地とかクレンジングないですかねって聞いたときに、これがパッて出てきたんですよ。で、実際使ってみたらめちゃくちゃ良かったんですよ。なんで僕は結構ね、最近プレディアを激推ししてるんですけど、これね、見てわかるように、泥みたいでしょ。これなんか泥の成分も入ってるらしくて、めちゃめちゃね、いいんですよ。すごい滑らか。ずっとこうやってね、くる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 してるとね、なんか途中で、滑らか感が変わるんですよ。スルスルスルってなるんで、それが、落とすタイミングになるらしいです。滑らか感が変わるんですよ。途中で。スルスルってなるんですよ。あ、変わってきた変わってきた。もうこれ変わってきたんですよ。ちょっとわかるわかる。スルスルなってきた。そしたら、一回手を洗って、この濡れた手で乳化っていう作業を行っていきます。これをね、することによって、よりね、汚れも落ちるんで、ぜひ皆さんね、クレンジングとか使うときは、この乳化の作業をね、ぜひしてください。そしたら、落としていきます。あー、さっぱり。これ結構ね、顔拭くときにタオル使う人とティッシュ使う人いるんですけど、僕はもうね、近接タオル使っちゃってます。まあなんかティッシュとかね、キッチンペーパーの方がね、雑菌がつかなくて肌にはいいって言われてるんですけど、まあ、ガサツなんでね、そんなもん。やってらんないです。そしたら、まずは、化粧水。僕は、キュレルの化粧水を使っていきます。このキュレルの化粧水はね、ミスト状になってて、こういう感じなんですよ。で、こうやってやると、目が開けれない。ちょっとタオルで拭きますね。はぁ、そう、目が開けれないの。目開けるとね、目に入ってね、目が充血しちゃうから、気をつけてます。そしたら、化粧水をちょっとね、馴染ませて、なんで僕がキュレルを使うかっていうとね、敏感肌と乾燥肌に特化したものがキュレルシリーズになってるんで、僕はね、キュレルをね、すっごい愛用してます。まあ、この後出てくるね、乳液とか保湿クリームもほぼキュレルなんで、もう、キュレル愛好者です。キュレルさん、案件、待ってます。やばい。青ひげがちょっと目立ってきたから、ちょっと脱毛いかないと。そしたら、次にですね、キュレルのね、乳液を使っていきます。5プッシュぐらい ?1、2、3、4、5。うわ。なんか、変態なかな、変態なのなんかこんな感じ。かかっちゃった。もうキュレルはね、マジでね、敏感肌、乾燥肌の人はね、必須で使った方がいい。僕正直これで肌荒れが治ったって言っても過言ではないですね。全然ピリピリしないし、もう保湿力が桁違いで違う。マジで違う。そしたら、次に、キュレルのね、フェイスクリームを使っていきます。
もうこれ何本目だろう、もう5本目ぐらい使ってるんですけど、これマジで最強の保湿クリーム。まあ、よくね化粧水と乳液だけで終わっちゃう人いると思うんですけど、ほんとねこの保湿クリームを塗らないと、せっかくつけた化粧水とか乳液がもうどんどん蒸発して逃げちゃうんでね、このフェイスクリームとかでちゃんと蓋を閉めてあげてください。これは本当に大事なことなんで、ぜひねフェイスクリームが使ってない方がいたらね、ぜひ使ってほしいですね。僕はもうこのスキンケアをね毎日欠かさないんでね、しっかり首元までちゃんと塗れたら、最近ね僕ちょっとねこのクマがね気になり始めたお年頃で、もうこのなんかクマがね最近ねひどいんですよ。なんでね騙されたと思って僕はね豆乳イソフラモンのねアイクリームを購入しました。まあ、正直これをつけたからといってね、なんかクマが治ってる感じはまだしないんですけど、まあなんかちょっと都市伝説を信じて僕は最近塗ってます。なんかクマ取りとかさ、なんかすごい案件とかで来るんだけど、正直怖いんだよね。美容動画とかで出てるクマ取りって、あれ脂肪を取ってるわけよ、目の下の。でもこれ僕、色素沈着の黒クマだから、正直ね、やっても意味ないんだよね。なんか、クマにいいスキンケアとかあったら、ぜひね、コメント欄で教えてほしいです。そしたら、ここが一番大切。僕ね、ニキビめっちゃあったんですけど、全部消してくれた薬があるんですけど、この、デュアックっていう、この皮膚科で処方された薬なんですけど、これがマジでやばいの。これのおかげで、本当にニキビは全部消えました。こいつを紹介したいがために、今日ね、スキンケア動画を撮りました。ここはね、ちょっと傷なんですけど、ニキビは、まあ、ここにちょっと塗っていこうかな。これね、本当にね、なんか、殺菌作用が強くて、本当ね、塗って1日2日経つと、もうニキビがもう、全部なくなってるんですよ。皆さん、ほんとね、皮膚科にはマジで行った方がいい。なんか市販のものでどうにかしようとする人って結構いるじゃないですか。もうそんなんね、しなくていい。皮膚科に行けば、もうこんなんもう900円とかもう1000円ですぐ買えるし、なんかマジで皮膚科にちゃちゃっと行って、専門の先生に見てもらった方が早いです。で、僕はちょっとアトピー肌なので、ここのね、ちょっと傷をね、薬で塗っていきます。なんかね、脱毛してからね、ちょっとここら辺がね、荒れるようになっちゃったんだよね。アトピーってほんと大変なんですよ。マジで。すごい、この話はまたいつかしよう。アトピーの悩みがね、すごい僕、25年間生きてきて、たくさんあるので、もういつかね、動画にして、なんかそういった同じ方とね、なんか意見を共有できたらなと思うんですけど、ほんと大変なんですよ、アトピーって。で、もしニキビがめちゃくちゃやばい時は、僕はこれを飲みます。皮膚科で処方された飲み薬。これね、1週間分なんですけど、この1週間飲み続ければニキビはもう全部消えます。もう、やっぱもう皮膚科なのよ。結局皮膚科。皮膚科に行って僕の肌事情はもう180度変わりましたね。なんか皮膚科って行きづらいと思うんですけど、ぜひね、一歩踏み出してほしい。全然ね、先生も優しいから、マジで行ってほしい。まあ、これで大体僕のスキンケア終わるんですけど、ここら辺とかも全然もう、ニキビ全然ないし、もうここはちょっと青ひげでね、ここ傷ついちゃったんですけど、こことかもね、ニキビできるのは食生活とかのせいなんで、睡眠不足とか、ニキビのできる場所によってね、ニキビの意味は違うんで、ぜひ皆さんね、ネットで調べればね、出てくるんで、ニキビのできた箇所によって、まあなんか食事生活とか、睡眠とか改善してみてください。皮膚のトラブルに関しては、悩んだらもう即病院行って皮膚科の先生に聞くのがマジで一番です。皮膚のスペシャリストなんでね、SNS のうぞうむぞうのこの情報社会に流されず、ちゃんと皮膚科に行って先生の話を聞いて、先生の話をもとにスキンケアをやってみてください。なんかめっちゃ真面目な動画になっちゃったな。本当肌は努力しないと改善しません。正直スキンケアも化粧も人それぞれ合うものは違うんですよ。例えばなんかよく来る質問で、いい化粧水ありますかとか、いい乳液ありますか、いいファンデーションありますかとか、なんかよく言われるんだけど、正直、美容やってる意味でこの言葉は発したくないんですけど、正直、人によって違います。なんで僕に合う化粧品とか、スキンケア用品が、まあそのあなたに合うわけでもないし、あなたが合ってるスキンケア用品とかコスメ用品が僕に合うわけでもないんですよ。なんで自分に合うものを、いろんなものを試して、こう導き出していくしかないと思います。で、僕もね、ほんと5年かけて、このルーティーンに落ち着いたんで、まあ正直ここからもね、いろんなものを試してって、また変化はしていくんで、その度に、またこうやってね、動画にしていきたいとは思うんですけど、ぜひね、皆さん、自分に合う、肌質に合うスキンケアに出会えると、ほんといいと思います。その前に、皮膚科に行ってみましょう。どうしても皮膚科行ってほしいんだよね。皆さん、本当に。やっぱ違うのよ。皮膚科って。
で今日はねちょっと短い動画になりますけど、参考になったらねグッドボタンとかチャンネル登録ぜひしてください。なんか気になったこととかあればねコメント欄にいっぱい書いてくれれば、そのためにコメントできる限り僕もね返しますんで、ぜひねコメント欄でたくさん気になった点あったら僕に聞いてください。あーもうさっさと寝よう。もうちょっと睡眠最近全然してねえわ。じゃあ今日はこれで終わります。おやすみみんな、またねー。